本日はですね、こちらパタゴニアの R2 というフリースのジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。まあ、こちら R2 のジャケットはですね、以前からこの紹介してほしいというお声をいただいてたんですけども、よくわからない方からしたらですね、よくパタゴニアのフリースって、まあ、有名なのも知ってるけど、このシンチラスナップティーがあったり、レトロ X があったりとか、はたまたこれダウンのっぽいなんかこのなんかナノパフってやつ着てたり、 R2 もうこれ以上フリースの名前ちょっと覚えれませんわ、もうややこしいって、もう必死で今までやってきて、レトロ X ぐらいまでなんとかこれだけども、もうスナップティーぐらいからちょっとよくわからんくなってきてるんですって方もいらっしゃると思うんですよね。でこの R2 ってやつがもう今回別に覚える必要は特にないんですけど、パタゴニアの中で最強のフリースと言われてるんですね。おほんならちょっと話変わってくるやないかいと、ただただ普通のレビューじゃなくて、これパタゴニアってフリースいっぱい作ってる中でその中で最強なん、あそれだったらちょっと一回聞いてみたいわっていうことになってきたりすると思いますし、この R2 っていうやつがですね、他にも実はあって R1、R3 って言って R1、2、3ってあるんですね。でそのうちの2を選んでるんですよ。ほな、まあ、R1 と R3 の何がちゃうのっていうことになってきたらですね、これヨーグルトっていうことじゃなくて、 R1 ってなったらですね、ちょっと薄くなってくるんですね。おーほう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 、ってことは R2 はちょっと分厚くなってきますよねと、ってことは R3 はもっと分厚いですよね。まあここまでは大体想像できると思うんですよ。あーイメージはつくと。ほんなら R2 がなんで一番いいかっていうと、ちょうどいい分厚さらしいんですよ。なんか R1 だとちょっと薄い、まあ動きちょっと薄いからあったかさはちょっとないかなとか、 R3 やったらちょっとあったかすぎて動きづらいなとかってなるらしいんですよね。ほな R2 が一番いいっていうことで、よくこれがレビューしてほしいってこういただいてたね。じゃあほんなレビューしましょうということで R2 を今回購入したということになってます。まあ、なので例えば今時期とかってちょっとね、本格的に寒くなって、まあ、1月のセールも行った、福袋も買った、ダウンジャケットももう買ってるやけども、なんか中に着るよとか室内で過ごすにはちょっと寒いなってなった時に、ほんなちょっと一回 R2 がパタゴニアで最強の保温着やねんと試してみる価値あるやないかいということで、どんな特徴あってたって言って、この R2 っていうのはですね、別名着る毛布と呼ばれてるんですね。ほなそれ R2 やないかいということで、 R2 といえばもうパタゴニアがもともとフリース作ったのはパタゴニアとポーラテックの会社やけども、そこでも代表するフリースといえばもう R2 なんやと、もう間違いない、それは R2 やないかい。で他になんか他のどんな特徴を言ってたって言うとですね、パッと見たパッケージはちょっと赤い感じになってですね、あのただただ飲むとヨーグルトで栄養価がめちゃくちゃ高いよってなってきたら、それは R2 ちゃうやないかいうことで、 R2 っていうのはそもそも飲むもんじゃないしヨーグルトでもないんよということになってきて、あのよくですね、このミルクボーイ風のやつを最初に入れてほしいって言われるんですけど、これあの僕比較動画でよく入れようと思ってたんで、特にこの単体のレビューで入れるつもりはなかったんですけど、まああのお声いただいてたんで一応今回入れてみましたけど、まあ、基本的にはあの比較動画の時にあのミルクボーイのやつ出してますので、まあ、他の動画でもあの以前出したと思うんですけど、まあ、また比較動画する時にはミルクボーイ出したいなと思うんですけど、まあ、一応リクエストが多かったんでちょっとだけ入れておきました。あの僕のもんでもなんでもないですけどね。はい、ということで今日の流れとしてはですね、こちら R2 のジャケットの特徴、まあこれどういった特徴があるからそのパタゴニアの中でも最強の保温着って言われてるんですよって話して、じゃあ次にデメリットとは言いながらも使いにくい部分があったりするっていうところもありますし、さらにおすすめの人ですよね、おすすめの人がどういう人なんかっていうのと、でサイズ感がですね、これちょっと普通のパタゴニアと違って若干ちょっとねちっちゃめなんですよ。まあその辺もちょっとおいおい話していくとして、まずは、形から見ていきたいなと思います。まあまず形からパッて見てもらったらですね、フリースの毛足をまず特徴あの見てもらいたいなと思うんですけど、どっちかっていうと柔らかそうな、あのいかにもこう毛並みがふわふわしてるような感じの毛足っていうのがあの見て取れると思うんですけども、よく一般的なフリースといえばですね、このシンチラスナップティーみたいにちょっとなんていうんですかね、あのモコモコしてるというか、ふわふわじゃなくてモコモコしてるって分かりますかね、なんかそういうイメージだと思うんですけど、この R2 に関してはちょっとふわふわした感じの質感っていうのが分かってもらえるかなと思いますし、あとあと喋るんですけど、実はこれ生地がね、若干脇のどこの部分で若干生地が違うかったりするんですよ。でこれはこれにも理由がちゃんとあったりするので、まあ、これは後々喋るとして、部位によって違う生地が使われてたりしますよなんていうことがあったりだとか、あとポケットですね、ポケットは両脇のとこに2箇所あって、でこの中はもうメッシュになってますね。まあ至って簡易的な作りですね。でそして胸ポケットもあります。胸ポケットも、ね、中身はメッシュになってますね。はい、というのが一応形になってますかね。なのでそれ以外は特にドローコードとかもなく、あの裾とかはこうゴムであのビヨビヨなるタイプになってて、袖口もですね、あのビヨビヨなるタイプになってますねというのが形になっているので、特徴に行きたいなと思います。まず一つ目の特徴っていうのがですね、こちら生地ですよね。この上質な生地、いかにもこのなんかふわふわした、まるでこう馬のような
毛並みがあると言いますか、このふわふわした感じですよね。まあ、これがあのフリースの中でもやっぱり元祖やなと思わされる、あのパタゴニアがねもともとフリースっていうのを作ったんですけど、まあ、元祖やなと思わされるような生地が採用されてあって、こんなもうパタゴニアは最強ですやんっていうことになってくると思うんですけど、実はこれパタゴニアの生地ではないんですよね。おのちゃうんかいってなってくると思うんですけど、ポーラテックっていう、まあ、アメリカの会社なんですけど、まあ、そこの生地を採用してるので、こんなじゃあ元祖でもなんでもないやんってなってくると思うんですけど、それも最初ちらっと言ったみたいに、まあ、パタゴニアともう一社が共同で作ったのがフリースなんですよ。人類初のフリースなんですけど、そのもう一社どこなんていうと後々のポーラテックなんですよね。だから、まあ、これちょっとマニアックな話になるかもしれないんですけど、フリースを生み出した会社2社が作り出してるフリースなんで、もうそれはもうこれ間違いないでしょと。もうだいたいフリース誕生からもう50年ぐらい経ってるんですけど、もうそこが作ってるってなったらもうちょっと違うでっていうことで、他のメーカーのフリースも僕もあったりするんですけど、まあ、フリースに関してはもうパタゴニアってよく言われるんですけど、それぐらいやっぱり生地がもう全然ちゃいますってことになってて、まあ、それが故に温かいんですよね。だから例えばスナップティーとかもあるんですけど、こういうのは普通にパタゴニアの生地を使われてるんですけど、こっちに関してはちょっともう一個上と言いますか、もう一個ちゃんとしたと、アメリカの軍隊とかにも支給されているような生地がこっちには採用されているので、まあ、生地がねかなり上質で、さらにこのふわふわした毛足の長い、生地になってますね。まあ、なので着る毛布って言われたりしてるんですけど、ほんまに着てたらね、毛布をまとってるようなふかふかした気持ちになるんですよね。これ言ったらあイメージ湧くな、確かにこうふかふかして気持ちいいよなっていうのが分かると思うんですけど、まあ、そんな感じになってて、じゃあお洗濯はどうなんですかと。じゃあそれはいいものはいいけども、洗濯ってやっぱ奥さん難しいんでしょってなってきたらですね、洗濯も楽なんですよね。ネットに掘り込んでポンって洗濯機回すだけでも出来上がりということになってるので、基本的にフリースが取り扱い難しいってことはないじゃないですかって考えれば、まあ、これはユニクロのフリースなんかと全く同じで、ネットに掘り込んでポーンって洗濯回しちゃえば OK ということになってるっていうのがまず一つ目の特徴ですね。で、二つ目っていうのが動きやすいんですよね。 R2 のこのタイプに関しては、先ほどちらっと言ったみたいに生地の脇の部分っていうのを変えてあるんですよ。はいはいはい、なんかさっき言ってましたよねと。これが何を変えてるかというとですね、このふかふかしてる馬みたいなやつはサーマルプロっていうんですね。まあまあ名前はどうでもいいわと。ほんでじゃあこの次脇のとかどうなってんのというとですね、パワーグリッドっていうんですね。このパワーグリッドが何かというと伸びるんですよ。だから例えばこうフリース着てて、まあ、レトロ X なんかやったらですね、もうそもそも生地は伸びないんですよね。だから伸びひんから腕が動かしやすいように太めに設計されてたりだとか、あとはY ジョイント袖って言ってこう上げやすいように設計されたりするんですけど、こっちに関してはかなり細身に作って、なおかつ動きやすくストレッチ性があるようになってるんですよ。だからそもそも同じフリースやけど全く別物なんですよね。でそれはこっちのスナップティーも同様で、結構太めに作ってあったりとかするんですけど、もう R2 に関してはサイズ感がかなり狭い、小さくなっててスタイリッシュなんですけども、動く部分に関してはちゃんと配慮されてるので、逆にこっちの肩の部分とか伸びないんですけど、このなんとかグリッドの方はめちゃくちゃ伸びるんですよね。なので例えばキャンプ行ってたりしたら、ちょっと上のものこうトン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 掴んだりする時とかも、上のものトントン掴むかな分からんけど、まあ、そういう時とかもちゃんと伸びてくれるし、それ以外にやったらお子さんをこう上に高い高いする時なんかこう理想ですよね。笑顔でこうニコニコしながらお子さんをやるっていう、まあ、僕のチャンネルにはあんまり似つかわしくないので、そういうのがあったりだとか、あとはこう彼女をこう肩を抱き寄せたりする時なんかはここしっかりピヨンってこう伸びてくれるので、ヒュッてこう肩が寄せるんですよね。ただこれが伸びひんやつやったらこうやってグッて腕詰まっちゃうので、肩が綺麗に抱き寄せないんですけど、ここが伸びることによって肩を抱き寄せやすくなるという、ちょっとまあやらしいジャケットになるかもしれないですね。はい、ということになってて、次の特徴というのはですね、こちらのフリースに関してはどっちかっていうと、もう何て言うんですか、トップスで着るっていうよりかは中間着、ちょっと真ん中に着たりするような感じになっているので、もちろんトップスでも着れるんですけども、インナーとしても着れますよっていうことになってて、めちゃくちゃモフモフで気持ちいいんですね。この首元当たるのも気持ちいいし、この裏側、手とか当たって裏側とかも気持ちいいから、これ半袖の上から着ても気持ちいいし、まあ別に長袖の上からでもいいんですけど、この首元もね、しっかり気持ちよくなってるところ2回目なんですけど、まあそんな感じになってるので、まあこういった感じで部屋とかでは置いてるけども、外出るときなんかはこっから上に防風のシェルをパッて羽織ってあげれば、全く風が入らないというような感じになってるので、まあトップスでも着れるけど、インナーとしても着れるので、まあちょうど今時期とかで、部屋にいてはる時とか、あとはもう過ぎたかもしれないですけど、正月の親戚で集まった時なんかで、たまに会う親戚のおっさんがおもろない話してる時なんかも、しっかり R2 を着ておけば寒くなるというようなことがないという感じになってますね。というのがまあ特徴になってるんですけど、じゃあ次にじゃあデメリット、何がちょうここはどうなんかっていうところを話していきたいんですけど、デメリットに関してはそもそもこのフリース自体がその一枚で着てどっか行くようとして考えられてないじゃないですか。例えばレトロ X みたいな感じとかもう出すのめんどくさいね。レトロ X とかやったら一枚で着るよう考えられてて、あれはもうアウターとして作られてるんですけど、これに関してはどっちかというとインナーとして作られてるところもあったりするので、例えばキャンプとかしてて1枚でおったりとかしたら、日中はちょうどめちゃくちゃこれ快適
敵ですやん、でも首もふかふかして気持ちいいやんって言ってたけども、夜ちょっと焚き火しようか言うてこう火つけたりしだした時にちょっと寒なってくると思うんですよね。だから1枚でずっと着ていくっていうような感じじゃなくて、こうレイヤーしていく人、こう重ね着する人にはめちゃくちゃ向いてると思うんですけど、こう1枚でずっと着てるとやっぱ温度差がある、朝晩が寒いとかってなってきたりすると、まあ、この1枚だけでは全然無理やと思いますし、あとシルエット的に結構細身なんですよね。キュッと細い感じになってるので、今のあんまりそのテイストっていうんですかね、流行りとかとはちょっと違うというか、ちょっとまあスポーツテイストに近いんですよ、どっちかっていうと。だからもちろん登山もそうやと思いますし、それ以外にやったらまあキャンプもそうやし、あとはまあちょっとした運動なんかでも使えるとは思うんですけど、どっちかというとそういうシーンによってて、私服で着るっていうのが、まあもちろんそういう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕はあんまり多分そういう使い方はせえへんかなと。ちょっと上があまりにも細すぎるので、まあその辺がデメリットかなとは思いますね。まあフリースなんでね、やっぱ風も通るし、ちゃんとしっかり重ね着して止めてあげやなあかんので、まあそんな感じになってて、じゃあおすすめの人が、どんな人がおすすめなんかというとですね、やっぱり動き回る人とか、あとは暑くなったりとかしたらこうパッて脱いだりする人なんかは、このフリースやったらですね、それこそこれぐらいにちっちゃく畳めるんですよね。でフリースやから別にシワにもならんし、もう暑いなと思ったらこのままパンってカバンに入れといて、あ寒なってきたと思ったらこれピュッて広げてあげて、パッて着てあげればシワになることもないし、持ち運びも楽。まあ、なので例えば子供とちょっと公園で遊んでる時とかに、あ寒なってきたなと思ったらこれ着といたらいいし、明日なったらピュッて脱いでその辺ヒュッて置いといたらいいし、まあそういったこう脱ぎ着をちゃんとしはる方、まあそういうのがめんどくさくない方なんかにはめちゃくちゃ向いてると思うんですけど、まあどっちかというと僕はそういうのはあんま好きじゃないというか、こう脱ぎ着したりするのめんどくさいので、どっちかというと着といたらそのまま置いときたいので、まあ僕の使い方としてはあんま外で着るっていうよりかはこう部屋着として着てたりとか、あとはこう仕事してある人だったら職場で着る上から羽織るフリースとしても全然いいと思いますし、まあそんな感じがおすすめの人かなと思います。でまあ次はサイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感がですね、これ結構さっき言ったように細いってことで、僕全部パタゴニアは M サイズなんですよね。最初に着てたこういうちょっとインナーダウンというか下線のダウンジャケットも M サイズやし、このスナップティーもレトレックスも全部 M サイズで着用してるので、まあそれはまたレビュー動画見てもらったらサイズ感わかるんですけど、これもね M サイズで購入して着用してるんですけど、もう見るからに結構なんていうんですか、タイトな感じするじゃないですか。腕とかも細そうな感じやし、このままパッて前ジップ閉めたとしてもこうスリムな感じなんですよね。でなんでお前そもそもこんな色選んでんねんと、ちょっと赤っぽい色選んでんねんってなったのでですね、ただただ買おうと思った時にこの色しかなかったんですよ。これと黒しかなかったから、まあ黒買っても思んないなと思ったから赤で買ったんですけど、まあ、もし仮にこの赤がちょっとまあしばらくキーヒンってなったとしたらですね、まあいずれ子供ができた時に、まあ12月24日サンタの格好しやな感じじゃないですか。まあその時なんかに仮装用として使おうかななんて思ってたりはするんですけども、まあ使い道はね何とでもなると思うんですが、まあパタゴニアやったらちょっと明るめの方がいいかなと思って、まあこの色を選んでみました。はい、ということになって、まあ最後はサイズを見てもらって終わりにしたいなと思います。その178センチ69キロということで M サイズを着用しますということになってますので、本日はですねパタゴニアの R2 というジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。